江戸時代後期、武将がおもらしをして起こった。嘘じゃねえか。第一次コロッケ大戦。そんなんあるわけねえだろうが。あれから5000年。そんなに経ってねえよ。は？何してんの？時は西暦5547年7月16日。適当じゃねえか。第157次コロッケ大戦。どんだけやってんだよ。おい、聞こえるか？おい、おい。聞こえてねえじゃねえか。よし、お前らは B プランを実行するんだ。わかったな。絶対わかってねえだろ。うぷ主軍曹。お前も何してんだよ。おう、どうした用務に東兵。敵のコロッケ軍の戦車が攻めてきました。弱そう。はは、そんなもんこれで。さっきからどっから出してんだよ。ほら見たか。あいつらだ、かかれー。気持ち悪。バケモンじゃねえか。うぷ主軍曹。お前ら生きてんのかよ。敵の歩兵が攻めてきました。お前ら何したんだよ。はは、そんなのこの手榴弾でどっかあんだ。いやどういうこと。よし、投げるぞ。いろんな意味でフラグなんだが。フラググレネード。あ。え？こちら霊夢、敵の戦闘機が友軍拠点に侵入。今すぐ出動する。結局通じてねえじゃねえか。おっしゃ、行ったるでー。運転できるのかよ。はなんかボタンいっぱいある。わかってねえじゃねえか。これ何？ただのバカじゃねえか。かかってこい。離陸できてるし。おら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 。ショッキングじゃねえか。危な。危な。そうだ。なんだよコロッケ食べますって。おっしゃー。ゴリ押しじゃねえか。いや誰？やたー。は？もうやだこの子。うわー。なんで生きてんだよ。あれ？なんだ？はは、殺してやる。ダメ。ほらー。いいよ。はは、やった。ダメじゃねえか。あ、土曜日遊ぶ？いや何してんの？あ、土曜日無理だな。めっちゃ仲いいじゃねえか。なんで？今戦争中だぞ。揚げ物の仕事あるからさ。誰もんが揚げてどうすんだよ。じゃあ日曜日は？どんだけ遊びてんだよ。日曜日も無理。理不尽すぎんだろ。集中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 。バカすぎだろ。あー。めっちゃ今ちゃんと戦えや。霊夢これを使うんだ。最初から渡しとけや。何これ？バカすぎだろ。知らねえ。おめえも知らねえのかよ。これ何？引き金。引き換える。軽い病気じゃねえか。ちょっと引いてみようかな。死ぬぞ。で、誰だよ取ったやつ。おっしゃ、捕まえたぞ。かわいそう。今日の夜食だな。食べないで。うはは、そんなこと言っても無駄だぞ。お前らが悪いんじゃねえか。お母さん、ははお前の母親は私が美味しくいただいた。言ったのかよ。泣いても無駄だ。悪もんじゃねえか。ソースは何がいいかな。知らねえ。何も知らねえじゃねえか。おい、あ、うせえな。気悪。うちの子に何しとんやおら。じゃ。じゃ。茶壺してるだけです。絶対ちげえだろ。殺すか。ごめんなさい。今更おせえよ。続く。はい、皆さん、いつものイラストコーナーがやってまいりました。今日はこの超絶可愛いマリサちゃんが紹介していくよ、キラ。はい、オッケー。ちゃんと台本通り読んだぞ、帰るわ。ダメだよ、二人で紹介するんだから。はいしね。で、今回なんと、前回のイラストの3倍ほどの量のイラストをいただきました。めっちゃ多いじゃねえか。3分で終われるかな。ここは調節しとけや。まあ、紹介していきましょう。まず最初のイラスト。おー、やば。これまたクオリティ高い。かもまたコロッケ食ってんじゃん。お前いつからそこに。はい、皆さんから。来たのかよ。いや、可愛すぎる。右の方のイラストってよいよいさんじゃねえか。最近うぷ主動画見てたからね。うん、イラストいただいた時めっちゃびっくりしましたよ。左の方もうまいよな。コロッケ安定すぎでしょ。だって美味しいんですもん。お前の好きな食いもんカニだろうが。カビ。ビビ会計や。こんなに上手なイラストありがとうございました。次、可愛い。これまたお上手で。そして安定のコロッケ。コロッケ好きだな。頭の上にコロッケ置いたら油でべちゃべちゃになっちゃうよ。元からべちゃべちゃだろ。あ、てか真ん中のイラスト可愛いよね。うん、特に周りに小さいヨウムとかいるからね。右のイラストはなんか照れてる感じだよな。何に照れてるの？多分照れてるんじゃなくて照れてるんだよ。だから照れてるって言ってるじゃねえか。何が？頭悪すぎだろ。イラストありがとうございました。次。お、これまた可愛い。このイラストはうぷ主が挨拶してるところを描いたらしいよ。おはようございます。お前が言ったらキモいからやめろ。なんで？告白してんじゃない？ヨウムさん付き合ってください。生理的に無理です。うるさ。このイラスト結構好きなんだよね。うちまた。足元が赤ちゃんっぽくて可愛いよな。マリサも赤ちゃんっぽくて可愛いよ。え、マジ？はいしね。このイラストは霊夢がなんか言いたそうだね。何って言おうとしてんだろ。多分コロッケ食べますだろうね。知ってた。このイラストは目が大きくて可愛いよね。あ、確かに。イラストありがとうございました。次。これまた上手。あれあれあれ、ヨウムくん、これはどういうことかな。いやどういうこともクソもね。コロッケ食べます可愛い。このイラストなんか昔のアニメに出てきそうですね。例えば、セーラームーンとか。ブルー、このイラストかわいい。人形みたいだね。お値段5億円になります。前回のネタ持ってくんなや。このイラストは武器持っててかっこいい。私と勝負します。絶対負けるだろ。うわぁ、無理だろうな。イラストありがとうございました。次。うわ、おぉ。てか、ちょっと待て。なんだこれ。マリサじゃん。私。やっぱマリサってアゴでかいからね。しばくぞ。しかもケツアゴじゃん。はいしね。でこれやばないっすか？その言い方だろ。マイクラでわざわざ作ってくださったの。やばくね。すげえ上手だな。なんで急にサメの話するの？そっちの上手じゃねえよ。このイラストとかめっちゃコメント書いてあるよ。このカオスな感じ、嫌いじゃないですよ。内容も冗談があって面白いしな。イラストありがとうございました。次。多いな。ちょっと時間的に長くなりそうなのでパッパといきますね。これコロッケ擬人化したらしいね。まさかの擬人化かよ。あとメッセージ書いてくださる方いるんですが、読めなくてすいません。まあ時間ないならしょうがないだろ。しょうがなら家にあるよ。わかったから。イラストありがとうございました。次。うわなんか可愛いのいるし。毛布かぶってるみたいだね。このイラストはコロッケじゃなくてメンチカツになってるよ。じゃあ次はメンチカツ食べますを流行らせるぞ。流行らせてどうすんだよ。2017年流行語大賞に載せるんです。載るわけねえだろうが。載せるんです。うるさ。イラストありがとうございました。次。結構減ってきたんだな。ほら見てください。上には夜夜さんゾーンです。
ますよ。夜3ゾーン。前回サナエがフライパンとか持ってたイラスト描いてくださった方だね。そうそう。あの方か。今回は4人別々に描いていただきました。相変わらず上手だな。そしてトシさんもまた MMD を参考にして描いたらしいです。デカまたマイクラあるな。手にはジャガイモ持ってるから、ジャガイモ食べますだね。頭おかしいだろ。イラストありがとうございました。次は編集で作ってくださった方ですね。真ん中のめっちゃ激しいな。なんか、楽しそう。どこがだよ。一番上のはコウマカンキャラで合成したらしいね。一回視聴者さんと合体してみようかな。やべえやつじゃねえか。編集でわざわざありがとうございました。次。いやマジで白紙来てんじゃねえか。おい、誰だー。白紙でもいいって言ったやつ。おめえだろうが。某人間がいるから大丈夫でしょ。いやそういう問題じゃねえから。じゃあこれトイレットペーパーとして使わせていただきますね。最上級のバカじゃねえか。白紙ありがとうございました。この目線で言ってんだよ。次、最後はメッセージでございます。お、メッセージもいただいたんだな。ここで読みたいのですが、時間が長くなってしまうので、申し訳ないのですが読むことができません。なので、読みたい方は一時停止してお読みください。もちろんウプ主は最初から最後まで読みました。めちゃめちゃ感動しましたし、とても嬉しかったですね。メッセージくださった方、本当にありがとうございました。ということで今回はここまでです。めっちゃ長かったな。今後もツイッターで募集してますので、遠慮せずに送っていただけると嬉しいです。あと、前回の動画のコメント欄の一部のところが、少し荒れてたのですが、コメント欄は公共の場なので、荒れない程度に荒らしましょう。いやダメだから荒らすのダメだから。あれから444年が経ちました。いやどんだけやってんだよ。ウプ主軍はなんとか持ちこたえることができた。いやめっちゃいじめられてんじゃねえか。そして、ふ、し、しぶとい。いやでかすぎだろ。あれが敵軍のボスか。いやボスでかすぎだろ。うん、これは困った。そうだ、サナエ、あれを。おい、あれをするのか。なんだよあれって。やるしかないんだ。うっさ。しょうがない、やるしかないか。何が始まるんです?あ、何があるんだ?これぞ、スーパーサナエ人だ。サイヤ人じゃねえか。ほやー。なんで掴んでんだよ。ほやー。おい、まさか。めっちゃ食ってんじゃねえか。なんでデカくなんだよ。いやデカすぎだろ気持ち悪い。いやどこ行くのどこ行くの。いやもうやばいからやばいから。全部壊しそうだから。やばいから。おい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 、やばいってやばいって、それくしゃばいって。なんでマミーはあるのにパピ言ってないのかな。まだそれ言ってたのかよ。は?ゲームオーバー。もう一回やろ。開始ね。